じゃあ続いていきますね。ラジオネームあかりさんからです。7月1日ジェシーの番組締め、エンディングでリスナーのリアクションメールにブチ切れた田中がラジオを放棄、急遽番組の締めを託されたジェシーはいつものテンションで他人の名前を名乗るくだりをやろうとしたが、内心かなりテンパったのか信じられないくらい噛みまくり。ああ、いいぞ、俺その時のジェシー好きなんだよ。そのまま笑い声で番組が終わった。いいですよ。騙したなっちゃったじゃないのよ。もう帰る、俺もう帰るよ、俺。時間的に帰んないとからね。もう帰るから、俺もう、もう知りません。もう、あとはもう、ジェシーが出てったんだよね。閉めてください。もう僕はもう知りません。もう許さないから、俺閉めてください。俺もう、はい、もう僕はもう帰ります。はい、一部の放送局を除いて、この後1時からは、オールナイト、オードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけで、ここまでの相手は、ストーンズ田中樹とトムクズ、クルーでした。一回このまま噛んで言えなくて笑っちゃってるジェシーを想像しながらもう一回最後だけ聞いて。はい、ください。ちょっとさ、これさ、真ん中らへんからでいいからさ、もう一回だけ聞ける？うん。この後1時からはオールナイト、オードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけで、ここまでの相手はストーンズ田中樹とトムクズ、クルーズでした。この後1時からはオールナイト、オードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけで、ここまでのお相手はストーンズ田中樹とトムクズ、クルーズでした。ちょっと最後やっぱこうフェードアウトの中でミスっちゃってるのいいね。出たらってマジでお腹痛い。あー、これやばいね。すっごい幸せなまま人生終えた人のやつみたい。でも出たら俺これほんと好きだな。いや、続いていきますね。ラジオネームフラッペさんからです。 8月5日、蘭姉ちゃん。ジェシーがビーズさんのライブに行ったトークの後に名曲ランをオンエア。そこまでは良かったが、ジェシーのランの発音の良さについて盛り上がり、名探偵コナンのラン姉ちゃんはどう発音するのか聞かれてから、ジェシーが覚醒した。覚醒したんだ。ちょっと聞きましょう、聞きましょう。皆さん、聞いてください。ビーズさんで、ラン。ラン。さっきの曲紹介、ビーズの、なんていうか。発音が良すぎただけですよ。ランです。ランですよね。ランなんて言ってないですよ。ランなんは発音がよく言ってたの。なん。ランはラン。なんはなん。なん、嘘だよね。名探偵コナンの実写版を演じる場合、ラン姉ちゃんはどんな風に発音しますか？ラン。ラン姉ちゃん。ラン姉ちゃん。どうやって発音？なん。ラン姉ちゃんって手で。ラン姉ちゃん。ラン姉ちゃん。ラン姉ちゃんだよ。ラン姉ちゃん。ラン姉ちゃん。ちょっと、あれ違う違う。気が違う。コナン。あれいやじゃあ、ランが変な、なんか大変なことになりました。Hey, hey! One nature! Run nature ね。最初、Run nature って言ってたね。自然を走るっていうことだよね。Run nature って言ってた。大草原を駆け巡るよっていうことだよね。で、最後、One nature。俺らがもう One nature って。だ、もう、人類もこの地球も一つの大自然なんだっていう。そう、もう本当に、そういうもうところまで行き着いた。ちょっと最後の方だけ僕言いやすい。
いやいや、じゃあランが変な、なんか大変なことになりました。Hey, hey! One Nature! いや、もうOne Natureって言ってるわ。